こんばんは、ボンですよ。早速動画撮りましょう。せっかくですね、さっきの続きですね、KT の方もいらっしゃることなんで、まあ抜けずにやってみましょう。ちょっとなんかラグっぽくなってきましたね。とりあえず拾っておきますか。とりあえずですね、腰だめ改善計画やっていきたいと思います。まあまあ特に何もしないですけど、ただただ今いましたね、ただ単純に腰だめうまくなろうとするだけです。なんかコツとかあればいいんですけどね。わけわからなくなってきましたね。このステージは多分動画で撮るの初めてじゃないですか。僕ね、苦手なんですよね、このステージ。うわ、持ってかれた。しかも全然当たらない。最悪です。ステージもね、どうね動いていいのかがいまいちわかんないんですよね。待ち受けましょう。腰だめ強化計画してないですね。こっからですよ、俺の腰だめが光り始めるのは。頭を狙った方がいいんですか。これレーザーにしましょう。腰ダメなんでね。10連きた。あ10連してからでよかったですわ。あの武器使いやすいですね。普段はねあんまり使わないんですけどね。見失ったひどい。スナイパーじゃないですよね。これか。多分あれに入ってるんですよね。あ、見つかりましたね。
ナムラ。うふわ。そっかそっか。はい、こっからは俺にもこの武器がある。かゆなってきたな。もうちょっと待って。よし。まあ、ラッキーキルですわな。弾数が多いってのが魅力かな。今この武器使ってて、あ、なんか今人がいたような。いなかった。とりあえず逃げろ。ちょっと腕疲れてきましたね。今日ずっとやってるんで。あ、このアカウントだけじゃないですけど。さすがにしんどい。うわ、あと6キル。疲れた。だがもうちょい頑張ります。ダメをね、うまくしたいですよね。あんなカスみたいな腰ダメではなくて、華麗な。華麗な腰ダメにしたいです。持ってかれた、どこ。あと2キル。14集まった。ちょっといつもの感覚で武器切り替えたら。てか、ね、早くライトフットも欲しいですね。てな感じですか。このマップで初対戦。そうなんですよ、このマップで全然やってないんですよね。ああ、こんな感じですね。このままちょっとですね、ここでしばらく、まあ動画はもういいと思いますけど、稼いでいきましょうかね。お疲れ様です。